ルートビヒーアンハルト、ルートビヒビルヘルムウェアハルト、ルートビヒビルヘルムウェアハルト、1897年2月4日から1977年5月5日はドイツの政治家。1963年から1966年まで西ドイツ首相。長く経済省を務め、西ドイツの第二次世界大戦後の奇跡的な経済成長。 エアハルトの奇跡の立役者として名声を博した。所属政党はドイツキリスト教民主同盟、セディ。1897年、裁縫用品賞を営む父、ビルヘルム・エアハルトとその妻アウグスタ、旧姓ハッソルトの間に、フュルトで生まれた。1913年に中東教育修了資格、ミタリア・ライファーを取得して卒業後、 1916年まで、ニュルンベルクで、商業家になるための職業訓練を受ける。その後、砲兵として第一次世界大戦に従軍し、1918年に、ベルギーのイーペルで重傷を負う。戦後1919 19年から1922年に、かけて、ニュルンベルク商科大学で学び、経営学志望を取得。続けて、フランクフルトアムマインのフランクフルト大学で、経営学。 社会学を学ぶ。1925年にこの地で、フランツ・オッペンハイマーの指導の下政治学博士号を取得する。学問の主として、特にビルヘルム・リーガーとオッペンハイマーには、生涯感謝の念を忘れることはなかった。1925年に、両親の経営する会社を引き継ぐが、1928年、 世界恐慌の煽りから他の多くの中小企業と同じように会社が倒産してしまう。九百二十八年から九百四十二年にかけて、まず助手として後期は所長代理としてニュルンベルクのドイツ間成品経済観察研究所に勤務。九百三十年代前半に受けた大学教授資格試験は、ナチ党を支持する団体に加入するのを拒んだことから、 不合格であったとも言われる。彼はすでに1932年から消費財、生産促進を主張しており、当時主流だった保護経済主義には反対していた。1942年から1945年の間、彼自身が設立し、帝国産業グループ、ライクスグラップストリ、今日のドイツ連邦産業連盟、バンドスバーバンドでアドイッチェンストリ、 ブティの資金で運営された、号研究所の所長を務める。1944年には、彼らの依頼により、ドイツの敗戦を率直に受け止め、戦後の経済再建のためのプランをまとめた、戦費調達と債務の国際化を執筆する。ハンナチス活動家だったカール・ゲルデラーもこれに協嘆し、さらに夫をオーレンドルフが事務次官代理を務める、帝国財務省も興味を示した。 1947年、ミュンヘン大学の名誉教授の職につき、1950年には、ボン大学に招聘される。1945年に、エアハルトは、ビルヘルム・ヘグナーの率いるバイエルン州政府の通称、産業大臣を務めた。1947年、米英二カ国の占領する地域の財政管理部門で、通貨、有志特別局という専門家を集た。 委員会の長を務め、通貨改革の準備を任される。1948年3月2日、エアハルトは自由民主党 FDP の推薦を受けて、連合経済地域の経済管理局長に任命されることで、西側連合国に占領された地域の経済政策の責任者となる。計画された通貨改革の時期について、エアハルトが連合国側から知らされたのは、 予定された日時のわずか5日前、1948年6月20日のことであった。改革の前日、ラジオで強制生産管理の終了、価格の自由化を報じさせたことで、翌日アメリカ軍政務官であったルシアス・ディ・クレイに呼び出され、勝手な判断により連合戦療法を改変したと、非難受ける。彼はそれに、改変したのではなく、廃止したのだ、と応じたという。 彼による占領法の廃止は、連合国軍の役所が閉まっているという理由から、あえて1948年のある日曜日に、決行されたのだった。基本方針法として実現した彼の一存による、決定は、今日ではその後の、経済的奇跡の重要な前提であったとされている。1949年の会員選挙後、1949年9月20日に、エアハルトは、 コンラートアデナウアー首相の率いる連邦政府の経済大臣に任命される。1957年の下院選の後には経済省の任に加えて連邦副首相にも任命された。エアハルトは社会的市場経済のコンセプトを共同で開発したメンバーの一人であり、特にバルター・オイケンが彼の著作国民経済の基礎1938年の中で提唱した。 オールドリベラリズム、オードリバーエーリザムの支持者であるとされている。オールドリベラリズムの核となる主張は自由主義的放置国家を築くことにより全ての経済主体の自由が相互においても保護されるような墨の枠組みを用意しようというものである。この学派は特にビルヘルム・レップ家や連邦経済省事務次官に任命されたアルフレード・ミュラーアル・マックが戦後の数十年にわたって 経済政策に直接の影響を与え、エアハルトは1950年代、最も人気のある政治家であった。彼はドイツの経済的奇跡の率役者であるとされ、いつもハマキを手にした姿はトレードマークとなった。セディが1953年と1957年に収めた連邦議会選挙での勝利は、大部分は彼の功績である。しかし自身は、 奇跡など存在しないという理由で、経済的奇跡という言い方を退りけ、ドイツの高度経済成長は、市場経済主義的政策の成功の結果であるという立場を取った。市場経済の守護者として、社会派政治家であったアデナウアートは、激しい議論を戦わせ、その激しさは1957年の年金制度改革の際に、ピークに達した。 アデナウアーの主張する付加方式に対し、エアハルトや FDP は将来長く持続可能なシステムではないという理由で反対した。結局改革はアデナウアーの案に沿って実行に移され、以来現在まで続いている。しかしベビーブームの後、人口が減少をたどるようになり、エアハルトの付加方式に対する疑念は正しかったことを多くの政治家が認めるようになった。 経済省の任について、以来、エアハルトは、首相の厳しい批判にさらされることになった。アデナウアーの批判は主に、エアハルトの、たびたびの不在、経済省に対するコントロールの不十分さ、熟慮にかけた物言いに向けられていた。エアハルトの支持者は、1920年にカップ一揆を起こした、義勇軍、フライコールの一部隊、 エアハルト海兵旅団をもじって、エアハルト部隊と呼ばれもった。しかし、彼らが特にグループを形成していたということはなく、中にはまず、アデナウアーを首相の座から下ろし、エアハルトの次に首相になることをも論んで、エアハルトを支持する者もいた。アデナウアーが1963年10月15日に、辞任した後の10月16日、エアハルトは首相に選出される。 彼は1957年以降副首相を務めており、さらに選挙時における強さから党に所属してはいなかったものの、セディ会派の人気議員であった。しかし、アデナウアーをはじめとする多くはエアハルトの首相としての資質を疑っており、従って彼の首相就任は1965年の会員選挙を勝つための暫定的解決策として多数派の支持を得たのだった。 エアハルトの人気機関は運に恵まれていなかったと言える。エアハルト・シュレーダーと共にアトランティック・大西洋派としてフランスよりもアメリカとの関係を重視したエアハルトにし、セギは独仏関係の冷却化の責任は彼にあるとした。アデナウアーはエアハルトが首相にふさわしくないとして後継者決定の際にすでに彼を落とそうと心を見ていた。1965年。 エアハルトは、セディの選挙戦史上2番目の大勝利を収めるが、組閣において、セディ、CS 内で彼の意思が通らず、その後の数ヶ月、彼の指導力は目に見えて低下していった。挽回を期し、ライバルであるライナー・バルチェルを阻止するために、エアハルトは、自身をセディの連邦総裁に選出させた。しかし、財政危機、FDP 所属の大臣の辞職や、 自分の所属政党からの支持の不足により、1966年、彼は首相を辞任した。エアハルトの所属した内閣は、以下の通りである。1977年5月5日、ボンで死去。これに伴い、5月11日に、ドイツ連邦議会のプレナーの間で、彼の功績を称える国議が取り行われた。後に、 自宅のあったバイエルン州グムントアムテーゲルン税の山手墓地に葬られた。1949年から死去するまで、エアハルトはドイツ連邦議会の議員であった。1949年から69年まではウルム選挙区から直接選出されており、1972年と1976年にはバーデンビュルテンベルク州の比例代表リストを通して、 連邦議会議員に選出された。1972年と1976年には、最年長議員として、連邦議会開会を宣言している。ヘルマン・ゲッツ、ゲアハルト、シュレーダー、両者セリ、リハルト・イエーガー、フランツ・ヨーゼフ・シュトラウス、リハルト・シュテュック・レン、以上 CS、エーリヒ・ヒメンデ、FDP、あとニ、セリ、エルビン・ランゲ、R ・マルティン・シュミット、ヘルベルト・ベーナー、 以上、SPD と並んで、戦後1949年の選挙から25年間連続して、議員であり属た10人に属する。エアハルトは1949年より以前、リベラルとみなされていたが、彼の政策のためにより、幅広い支持を約束する、セディに入党した。もっとも、正式な入党は1963年、厳密な日時は不明。 1966年3月23日に、党総裁になった時である可能性もあるである。1966年から1967年にかけて、セディ連邦総裁。1967年以降は、名誉総裁を務めた。1923年に、ルイーゼ・シュスターと結婚し、かずを設けた。一家は、グムントアム・テーゲルン税に住んでいた。楽しく、 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。